本日は企業チームで山梨バンディッツガールズで女子野球をしているゆずきちゃんにピッチングをしていただきました。しなやかで綺麗なフォームから繰り出される直球、めちゃくちゃいいボールを投げておられました。そしてマウンドに上がる際一礼するところも好印象、その礼儀正しさも女子野球の魅力の一つです。そしてゆずきちゃんが所属している山梨バンディッツガールズは現在新メンバーを募集しています。動画の概要欄から詳細をチェックしてください。それではどうぞ。さあ来い。おー、いい。おー、いい。めっちゃいい。さあ、おー、いい。やばい、ちょっと。ナイスボーナイスボーいい球すぎる。いい球、めっちゃいい球、めっちゃいい、めっちゃいいね、マジで。ナイスボール、ナイスボール。音や、音悪いか。めちゃんこいいな、コントロールがいいっていうか。はい、でも入ってますよ、ストライク、ストライクです。ストライクです。よっしゃ。よっしゃ。そこの勢いが OK。普段はこういうマウンドでやってます？わかんない。マウンドで投げるのは本当。1、2ヶ月ぶり。あ、マジっすか。はい、ちょっと硬いっすよね。そうですよね。すいません。大丈夫ですか。カード来い。見て、見た今、見た今、見ました今、すごい今、縦変化がえぐいで今、はい、今高め普通に来るんかなと思ったらどんどんボーッとボーッとって、次来い、よっしゃ、たま、指がもう、指が泣いてるよもう、いい球、えぐいな。ライナー来い、ライナー、さあ、浮いた、浮いた、浮いてますよピッチャー浮いてますよ、来い来い、はい、お前さん、お前さん、すごい、ビタビタっす今、ビタビタビタでした今、素晴らしい、素晴らしい。これ聞きたいね、鬼空かな、これ見てるかな、見てないかな、まっすぐ来い、しゃあ、あっ見た今、うん、ナイス低め、違う、カーブ来い、おお、打てないあれ、打てない、打て、あの球速ですぐ見てます、まっすぐとカーブの差もう無理よこれ、あれば、あれ無理っす、あれ無理は、あれ無理、いやーすげえ、すごい、おしゃー、あーいい伸び、手出ちゃう、ピッチャー見てますよ、でも手出ちゃうかも、あのカーブの後そう、あのカーブの後だったら打っちゃうかもしれない、打っちゃうかもしれない、絶対振る、何？チェンジ、チェンジ、チェンジ行く、押していこう、チェンジ来い、チェンジ、うわぁ、うわぁ、いい球、どんな軌道がちょっとビビっちゃった、ナイスボー、あー、いい球、ナイスボー、どこがあれば、どこだ、カーブ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 、
ふわーふわー打てない打てないマジで。いや振るよあれは、振る振る振りますって。さあ来い。うわーいい、うわーいい曲がり、めちゃくちゃいい曲がりが遅いからまっすぐやと思う。絶対振るよ。あ、スライダーと言いながらまっすぐやと思った。しゃっ、まっすぐ来い。打ってないなぁ。いや、いい球。つまり、あれプレー球人でもおらんで、こんな球投げる子。カーブ、おーそー、いい、おーそー、いい、すげえ、すごい。あとは、あとは高校まで投げてたらいいかな。カットしたらどういうふうになるんですか。お、カット通じる、行く、行きましょう、行きましょう、立ってこい。いいまっすぐだ。え、ツーシームはどう。ツーシーム、ツーシーム行こう。おー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 、ツーシーム苦手。ツーシーム苦手です。流して流して、何がみたいな。任せて、何がみたいな。あ、OK だ、OK。 あ、行こう。いい、まっすぐよ、いい、まっすぐ、いい、まっすぐ。いや、大丈夫です。いや、マジで素晴らしい。見て、手が手が6本になってる。赤い、赤いね、赤い。ナイスボールでした。ありがとうございました。すごい。いや、良かった、マジで。めちゃめちゃいいボール投げてました。はい。本当山梨バンディッツガールズ勝ちますよ。勝ちますよ。試合始まったら。はい。本当に。はい。どうでした投げてて、今日調子とか。はい。すごいキャッチャーが投げやすかったです。あれ？やってるなんか。スライダーツーシームちょっと後で。はいはい。握りを聞いて。僕は今スライダーツーシームで動画がめっちゃバズってるんで。もしよければ僕のもちょっと試してもらって自分のね、はい、ジングにこう生かしてもらえたらと思うんで、それはもう後日の動画でいきます。はい、お願いします。はい、ゆずきちゃんのボールいいなと思ったらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。 OK です。一回切って、ありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう。こちらね、玉沢のグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれはね、伝統の玉沢さんだ、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、はいはいはい、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい。そうですね、言い訳だけどね。そうロンT120飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで責任重大。汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手用で、11月がこちら。なので皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売
購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。